リリンハローパラレール、リリンパラレールのリントです。はい、久しぶりにね、はい、このバーチャルな、VTuber の姿を使いながらの動画となります。はい、ということでね、今日は何をしていくかと言いますと、以前よりね、やっていくって言ってた、ルックブック、簡単に言うと自分の、ファッションとかのね、コーディネートのお話っていうところを、動画としてね、撮っていこうかなというところでございます。では本題入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして X、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。はい、ということで、こちらのね、Instagram の方の、アカウントを見ながら、私のね、普段の服装だったりだとか、後半の方では実際にその服装に合わせたコーディネートのやり方、ちょっとね、この後実践しておこうかなと思っているのは、和服、をね、使った和洋折衷の、コーディネートなんですけれども、巻きスカートとして履く場合と、もう一個は、端折ってね、上着として着ていくやり方などっていう感じでね、そちらちょっと和服を実際使ったコーディネートというところをやっていこうと思っております。なので今回の動画はちょっと総集編というか一発目の動画なので少し長くなると思いますので、ご了承いただけますと幸いです。おそらく多分この今までね上げてる写真のご紹介だけで15分ぐらいは喋っちゃうんじゃないかなと。で実際にね、コーディネート作っていくところでおそらく30分ぐらいなんか時間取っちゃいそうな気がするんですよ。なんかパパパって来てこうやってみたいなことをやろうと思うんですけども、意外と時間をね使ってしまいそうなのでちょっと長めの動画になりますので、第1部第2部みたいな感じで、全体的にね、1時間ぐらいの動画になるんじゃないかなと思っておりますので、よかったらそちらの方ねご了承いただけますと幸いです。では早速ねインスタグラム見ていきましょう。こちらね前半戦になります。はい、で最近のねインスタグラムアップしてるものにはなるんですが、そうこの間ねキングオージャーのファイナルライブツアー、見に行ってまいりまして、そちらのね写真とかもねこんな感じでアップさせていただいていて、推しのねリタのグッズを、こんな感じで、ゲットしてまいりました。まあこのリカちゃんは関係ないんですけど、これたまたまちいかわショップ行ったら見つけてですね、はい、いや本当楽しかったんですよ。ちらっとお話しさせてもらってもいいですか。はい、この後ろのね札幌国っていうこのタペストリーなんですけれども、本当ね早めに行かないとすぐ売り切れちゃうっていうレベルで、はい、朝7時ぐらいにはね列に並んでおりました。開演っていうか会場9時半、開演10時半っていう状態で、でもそれでも朝のその時間に行かないと本当に全然買えなくて、はい、で購入させていただきました。こちらねと、あとリタのぬいぐるみ、ぬいぐるみ買う気はなかったんですけども買っちゃったよね。であと、クロミとサンリオと、キングオージャーのコラボのやつの、なんか缶バッジとかいろいろあったんですけども、缶バッジとかランダムなんですよ。で他のやつもランダム要素が高かったので、このクロミちゃんとねパピオン王者が写ってるこのカードは選べるタイプだったので、選べるタイプのもの1個買おうと思って、何か1個は欲しかったんですよ、このコラボ商品で。確実に、リタとクロミのやつが欲しかったので、こちらがパピオン王者とね、黒身がね、リタの格好をしてるやつ。で、裏面が、モルフォーニャの格好をしている、黒身ちゃんとリタってモッフンがいるっていう状態でございます。はい。で、あとはこんな感じね。で、そうそうそう、会場入って、会場がね、3階席の前列だったんですよ。で、ちょっとこう、なんだろう。目の前にね手すりがついてるんですけども、手すりのところにクッとこう身を乗り出すというか、ちょっと前に出ると下のねこの端の舞台袖の部分がね見える状態だったんですけれども、もうこちらの方にねちょっと身を乗り出しながら大好きなねリタがこっちに来てくれたので、リタって言いながら最後のね挨拶終わった後かな、ちょっとみんなにこうファンサーをしてくれるタイミングがあったんですけども、ずっとトークショーの部分とか
ヒーローショーの部分とかっていうのは、リタ役のね、あの平川ゆずきさんがあのリタのキャラを守って、ちょっとあの寡黙なキャラなのでね、不動の王リタなので、はい、寡黙なキャラを守りながら、あまり手を振らなかったんですよ。たまにこう目配せをして、少しちょっとこう軽く手を振るみたいなのはあったんですけど、基本そういうファンサーがなくて、で、ファンサーもらえないかななんて思ってて、したらもう端っこに来た時に上を見上げてくれて、私紫色のねペンライトを振ってたんですけども、上を見上げてね、手を振ってくれた時にしはバッチリ目が合いまして、わあ嬉しいってなりながら、で横にね神楽木様がいたんですけれども、神楽木のね大殿様はですね、全然紫振ってるにもかかわらず、一緒にリタと一緒にこっちを見てくれて、手を振ってくれて、わあってなりましたね。はい。であとは姫野ちゃん、まあ姫野ちゃんというよりは姫野様ですね。姫野様は結構ファンサーが最初から多くて、ヒーローショーの時もこっちのステージからね、観客席向かってる時には、黄色い、ペンライトを振っている、まあ結構お子さん連れとか子供ちゃん、子供ちゃんっていうか女の子、ちっちゃい子とかに向かってこう普通に手振ってて、うわーってなんかアイドルみたいな感じというかってところでしたね。で山総長は青いのを見つけるとそっちに向かって軽く1回だけ手を振ったりみたいな感じで、なんかクールでかっこいい感じでしたね。でジェラミーも白いペンライトを見るとそっちに向かってニコって笑いながら、ファンサービスをしてくれて、しかも、劇中でね、行間っていうのがあったんですけども、行間をね、使わずに、愛してるって言ってくれたりだとか、もう本当に楽しくて、うわー、なんかこれだけですげー時間使っちゃいそうなんだけど、そんな感じでした。であとね、一番びっくりしたのは、スーパー戦隊、新戦隊士のね、松本さん、マジイエローでビートバスターの方ですね。あの方も、最初、こう、司会で出てきた時に、黄色いペンライトをみんな、黄色いペンライトするわけですよ。やっぱり、知ってるんで。で、しかもビートバスターも、マジイエローもどっちもイエローというか、ゴールドとイエローなので、それでこうやって、わーって振ってたら、結構ね、その、色に変えてくれた方に向かってもうすぐファンサーをしてて、わこの人さすがやわって思いながら見てましたね。はい。でねギラとラクレスがのシュゴタムコンビがファンサーがなかったわけではなかったんですけども、私はもらえなかったっていう状態になりますね。でいろんなところにこう軽く手を振ったりとか、なんて言うんだろう、ファンサービスっていうのをやってくれてたんですけども、そんな感じでございました。ほんと楽しい会場でございましたね。はい。でちなみにその、行った時の服装がこんな感じ。はい。早速じゃあさっき言ってたねルックブックの方に入っていくんですけれども、はい、こんな感じでございます。で、上は、こちらサイケデリック柄のね、サイケ柄ので半分が黒になっている洋服、こちらとどこのショップだったか、ショップの名前忘れちゃったんですけども、はい、に、下はねディオラートっていうところの、お洋服で、袴風のなんていうんですかね、ワイドパンツでございます。で、まあ、ポケットがないんですよ、私の着る服が大体なので、大体腰にこういう感じでねポシェットですね、これは本当に腰のベルトを巻いてそこにこれをつけることによってポケット代わりになるように、いつも使用しております。なので基本的にここに、カードケースかな、パスケースと、こっちはねアルコール消毒用のアルコールプシュプシュって出すやつと、リップクリームとかと、あとアクセサリーケース、指輪もね結構つけてるんですけども、まあたまにこう痛くなって外したりっていうこともあるんですね。なので、その時の、アクセサリーケースと、ここにちょっとリントちゃんで隠れてしまってますけれども、このー名前出てこなくなっちゃった、センスセンス、はい、センスを入れています。で格好としてはこんな感じ。昨日今日撮ってるの月曜日なんで、昨日はこのキラヨシカゲのトートバッグ、これプレミアムバンダイでね売ってるやつのこのトートバッグに、この
袴風のワイドパンツ、そしてこのサイケデリック柄のシャツに、クロミちゃんのスカジャン、これは、この紫色のスカジャンは、ドン・キホーテで購入しました。はい。で、昨日はね、うちのこのリントちゃん、はい、このリントちゃんをね、一緒に連れて行って、はい、腰にこんな感じでつけておりました。で、こっちはね、これケイト・スペードの、スマホポシェットをつけてて、でちょろっとだけここに見えているこれ、これなんですかっていう、このなんか紫色というかピンク色のこれは、ハンカチだけを入れる用のケースがここに、ポシェット、スマホポシェットの裏に薄いやつが入ってます。はい。で、横にね、リントちゃんつけて、で、このクロミはキーケースですね。鍵入れ。はい。っていう感じでね、ファイナルライブツアー昨日行ってきましたっていう感じで、ファイナルライブツアーは結構紫色で、がっつり紫っていう感じにしておりました。あとはこんな感じですね。これが、ACDC ラグだったかな、原宿にある、ショップさんの、もので、袴風スカート系なんですけど、横がね、こうチェックでハート柄になっているやつですね。に、これアベイルで見つけたクロミちゃんの、シャツ。で、首元がね、こう、なんて言うんだろう、ここに穴が開いてて、まあ、クロスがついてるような感じなんですけど、でそこにベルトをつけて、まあ、腰ポケットをね、ここにまたね、あってっていう状態で、その上に、紫色のね、羽織ですね。これは水玉畑さんですね。っていう、メルカリで、和洋折衷の洋服を売っている、リメイク和服みたいな感じのね、ところの、浴衣でございます。浴衣というか着物ですね。でございます。はい。これ、会社行った時の、これ普通に会社行ってる時の格好でございますね。はい。で、まあ、こんな感じ。で、上に、黒身の、総柄の、黒身とね、紫色のテディベア。まあ、闇系の柄になるのかな。まあ、原宿闇系ファッションというか、はい、あんな感じのお洋服ですね。はい。の、ナイロンジャケットですね。を着てっていう感じで、会社に行ってまいりました。で、この時は、黒身ちゃんのね、ラブパスポートだったかなっていう、まあ、コラボの香水があったので、その香水買ったんですけど、その買ったやつを香水つけてきましたよっていう日で、あとはそう、着物屋ヤマトさんで見つけたやつですね。まだ買ってないんですけど、これ結局これこの時のコーデで、この、ね、クロミちゃんの中は一緒なんですけど、はい、下はね、これさっき言ってた着物の巻きスカートにした状態ですね。で、この上に羽織ってるこの、なんていうんですかね、ニットに近いのかな、この着物の上着、結局買ってないんですけど、欲しいなってなりながら、腕だけちょっと通させていただいたんですけども、まあ、こんな感じのね、ものを見たりとか、こちらはね、着物なでしこさんかな、で見つけた上着なんですけども、これも、はい。あ、で、この中に着てるこの一枚ワンピー、これですね。もう、後ほどのね、実際、着付けするところでね、ご紹介しようと思ってるんですけれども、先ほど言ったね、水玉畑さんの、この、ワンピース型ワンピース型の、お着物ですね。はい。で、下はこれさっきのディオラートさんのね、袴風パンツ。これ気に入ってよく履いてますね。はい。っていうところの状況でございます。で、これはね、上のやつはこれ結局買ってないんですけども、腕通してみて、いやー、これいいなーってなりながら、これね、5万5千円くらいするんですよ。なので、そう簡単に手は伸ばせない。ので、腕を通しただけになってます。あ、その日の服、こんな感じですね。さっきの、巻きスカートのやつの時は。はい。で、あとは、これもまた、さっきのね、水玉畑さんの、ワンピース型になっている、着物のね、和洋折衷リメイクのものですね。の上に、ちょっとこういうね、ちょっと派手柄の、これね、なんか蝶々とお花が、こう、
柄が入っているやつですね。でその上に、ベルトはね今回違うベルトをつけてるんですけど、まあ、腰ベルトですね。はい。で上がねナイロンジャケット、これちいかわのナイロンジャケットですねとか、はい、こんな感じのね、うん、この時でここ最近買ったばっかりの服っていうのでね、このクロミちゃんのこの T シャツめっちゃ着がちなんですけど、はい、クロミちゃんのシャツに上、ワイシャツでまた、はい、もうほんと好きだねこの人ね、このワイドパンツね、このワイドパンツね使い勝手がいいのよ。ああとこれあれか、あのスマホポシェットこんな感じよで紹介してた動画か。はい、でこれも近所に買い物行った時の格好で、これ ACDC ラグかな、落ち水だったかなっていうシリーズの、袴風スカートに、ナイトメアビフォアクリスマスのジャックのね、あのフローバーのね、パーカーですね。はい、これは本当近所に買い物行った時の格好ですね。これはワイドパンツにさっき の, あの羽織として着てた、違う、これも違う紫色のあれだ、普通のお着物ですね。この着物をはしょって、分かりやすいところで言うと、鬼滅のねずこみたいな感じですね。ねずこキックするときとか、足出してると思うんですけど、で着物をねちょっと上にしてると思うんです。あれをねはしょる感じなの。着物の後ろの部分をこうグッと引っ張って腰の、腰紐にね引っ掛ける形にして、こういう上着のような感じで、このはしょる着方に関しても後ほどの動画でやっていこうと思っております。はい、こんな感じですね。結構ねもうリントカラーっていうのになっては来てるんですけども、いろんな着方してますね。これもさっきの ACDC ラグさんの、スカートですね。はい、袴風スカートに、両方上黒みですね。黒みのなんかこうシャツ T シャツに黒みの、半袖のパーカーっすねこれね。はい、で黒みの、スカジャンも気に入ってきてるので、はい、黒みっていう感じですね。で一応ね黒みのグッズ系を着てはいるんですけども、派手じゃないオタクオタクしない感じのちょっとおしゃれになりやすいのを着るようにしてます。だとこれあれだ、どういう風に出来上がってるのかっていうところの、順番で着たやつなんですけど、こういう感じで黒いシャツに黒い、イージーパンツ履いて、でイージーパンツの上にこの、巻きスカートをこれ巻きまして、はい、これね蝶の柄の巻きスカートなんですけど、でこの巻きスカート履いた上に、ワンピース型でね着れるこの、お着物のリメイクのやつね、先ほどからお話し出てる水玉畑さんの、はい、に、腰ベルト、ゴムでね止められるベルトなんですけど、ベルトつけて、そのベルトの下に、こんな感じでねポケットをつけてて、はい、だからこれベルト1本ここにもう1本って感じでねついていて、でこの状態で上にこんな感じで、半袖のタイプのパーカーを着るっていう感じにすると、着物してなくて和洋折衷に、ね、なります。でその上に、こんな感じで、スカジャンを着て、頭にハットをかぶって完成っていう感じでございました。であとはこういうねオーバーオールですね。でオーバーオールで中にクロミちゃん着てるんですけど、この上にこの1枚柄のシャツを入れて、はい、でシャツの上にジャケット1枚羽織って、完成っていう服装の時もありますし、これはもう和服の要素はほぼないですね。はい、これは本当洋服っていう要素が多めですね。これは結構同じコーデで着てることが多いね。うん、これはねこの間のコーデと同じで、これは腰ベルトをねいろいろ買ってきた時のお話ですね。これアベイルで腰ベルト、ここのね、着物着る時に腰ベルトいろいろ買ってきたんですけども、はい、こんな感じでねいろいろ買ったのと、まあこれもともと持ってた腰ベルトとかね、あとこれは帯ベルトの方ですね。はい、
でもこんな感じでね、あのベルトをいろいろつけて使ってみたりしております。で着物自体もね、今こんな感じで数も量が増えてきてて、この辺が水玉畑さんのやつですね。でこの紫色のこれ、これがディオラートのやつですね。でこの辺が最近結構あの着物屋さんでね、あのちょっと安く買っているものですね。あの1000円ぐらいで実は買ってまして、この辺って、はい、とかあとちょっと高めではありますけども、これは浴衣ですね、はい、とかちょっといろんなね、あのお着物、浴衣のタイプと着物のタイプと、まああの浴衣の場合ね、1枚でペロッとっていう言い方あれですけど、あの薄手なんですけど、この辺はね、あの裏生地もちゃんとついているものだったりとか、はい、っていう感じですね。はい、あとは完全にあのお着物の状態で会社行った時ですね、はい、完全に着物コーデで行った日ですね。ただ上にはあの1枚こうスカジャンを羽織って行ってるんですけども、はい、紫色の着物に、腰、帯ベルトして、その上にねベルトをつけて、このショルダー、スマホショルダーがあってっていう状態になってます。はい、最初ねこういう格好で行こうかなとか思ったんですよ。あのリボンつけてっていうか、ちゃんと腰、帯止めてね、一応帯の巻くのもできます。だってめんどくさいんで、結構帯巻くよりはゴムベルトで代用することも多いですね。あとこういう風な感じでね、羽織を着たりとか、こう黒い羽織を着たりとか、いろいろ悩んだんですけど、この日はこれで行きました。はい、こんな感じね。とこれは完全にした袴ですね。ちゃんとした袴を着てます。はい、これだけだとちょっとわかんないね。はい、これ袴で、ここでねリボンっていうか、ここで腰止めて、でリボン結びというか、そんな感じで結んでる状態ですね。はい、でこれ中に普通に着物を着て、1本帯締めて、で帯の上から袴をね巻いて、で上にねパーカーと、で中にシャツ着て、シャツのねあの襟を出す形にして、和洋折衷にしてますね。はい、こんな感じ。あとはこれはね、また同じよく使っているスカートですね。あのACDC ラグさんのスカートに、ちょっと、色が、渋めの、お着物にクロミちゃんの、半袖のパーカー着てって感じですね。で外はスカジャンを着ていることが多いですね。あ、これですね、着物としては。はい、これ着物だけで着た感じで、あの腰もねこんな感じになってたりって感じですね。これ袴ちゃんとね巻いてつけてるとか着てる状態ですね。でもう和服オンリーみたいなのとかね、あとはしょって、さっきのねディオラートさんのワイドパンツでみたいな感じのコーデだったりっていうところですね。はい、結構まああのいろんな着方もねこんな感じで、これあのモモンガのね、名前出てこなくなっちゃった、ブルゾンに巻きスカートっていうコーデですね。とか、着物をねいろいろはしょってきてることが多いですね最近。これも着物はしょってきてるし、で、あのこれアディダスの上着着てますね。はい、とかですね。この辺だと真っ黒コーデだね割とね。で中もこれはどこかな、これも ACDC ラグさんだったかな、のおきつね様のねシャツ、うん、こんな感じで中ジーパンね、あのイージーパンツなんですけど、ジーンズ柄のイージーパンツ履いたりとか、あとこれね巻きスカートにクロミちゃんとか、うん、クロミ多いね、結構おしゃれに
私の中ではおしゃれにね、あの落とし込むような形で来ておりますね。はい、こんな感じでケトスペードのね、あのスマホポシェットがあって、で着物があってっていう感じですね。だいたい端折って着るのが本当に多いですね。まあ、着物直でそのまま着てもいいんですが、この辺着物関係ないやつですね。はい、まあ下もね普通のスカートですし、上シャツですし、このシャツ可愛いんですよ。このシャツ、あのメーカーさんを忘れてしまいました。はい、これもね原宿系のショップでしたね。あの北海道はねそのショップがあの撤退してしまって、入ってというか入ってたビルがあの閉館してしまって、あのなのでねっていうところなんですけども、そうなんです。あとはあれですね、うちの文鳥ちゃんたちの写真とかが多いですかね。あ、これだと刺繍柄のシャツ着てますね。で下に紫色のね、あのグラデーションになってる袴着てますね。これ、はい、これ袴です。ちゃんと中で袴をね、あの腰から落ちないように使ってますね。とかほんとちょっとずつちょっとずつアイテムがいろいろと増えて、この辺はシャツに、ピーコートっていう感じですね。こういう感じの、はい、うん、この辺もまあまあまあ普通にっていうところですかね。こう中にパーカー着たりとかですね。これあれだ、黒身のジンベエが届いて来た時ですね。このジンベエね、意外とこう丈が短くて、あの着合わせしたんですけど、あんまりその後着てないです。あとここはね、あのレースのヒラヒラがついていて、ちょっとレースのヒラヒラがあまりにもヒラヒラしてるんで、ちょっとうーんってしっくり来なくて、家に普通に飾ってるだけに今はなっちゃってますね。あとはこうシャツに、羽織だけとか、はい、そんな感じですかね。ほんといろんなファッションを着てるとは思いますね。なんかでも和服との和洋折衷コーデが多めですかね。うん、そうですね、これも和洋折衷コーデですね。さっきのだから使ってるアイテムっていうのはあんまり大きく変わってないんですけど、組み合わせを変えるようにしてることが多いですかね。はい、この辺実家帰った時ですね、完全に袴を着て撮ります。これうちのねパッチちゃんですけれども、はい、完全に袴ですねこれはね。はい、こういう和服でコーデして着ていったりしております。その和服が楽しくてですねっていうところで、あ、これあれだ、この和服欲しいんだよねって言って、結局このうちこれとこれは買いました。はい、これはあの先ほど着てたやつですね。この中のリボンはついてないんですけども、はい、これとこれは実際に購入したやつですね。はい、もうこの辺になると1月ですもんね。はい、はい、まあこんな感じで随時アップしております。はい、なのでよかったらインスタグラムのねフォローお願いできればなと思います。ではね、この後後半戦の、方に入っていきますので、よかったら後半戦の、実際の着付けの方の動画、見ていただければと思います。一旦前半戦はここで終了となります。それでは次の動画で、次の動画かというか続きで、お会いいたしましょう。続きご覧ください。はい、ってことで、前半戦の方でね、あのインスタの方のご紹介をさせていただいていたんですけど、早速実際にね着付けしてみようっていうお話をしてましたので、そちらの着付けの方をしていこうかなと思います。で、だいたい適当なこういう T シャツに、こういうパンツ、今日はねちょっと大きめのこういう感じの、なんて言ったらいいのかな、ワイドパンツかなを、着用しています。で、これは扱いとしてインナーになります。で、これもほぼインナーです。なので、外にはほとんど見えないんだけど、こう、ちょっとこう、場所的に見えたりするっていう感じですね。で、一番簡単な着付けのところでいくと、最近私が買っている、
あのメルカリで見つけた、あの水玉畑さんっていうお店があるんですけれども、そちらのこういう感じの、もうワンピース式になっている、和服ですね。はい。ちょっとこちらの方を先にファッと着ていきましょう。これは簡単です。あの、もう中に着るものとか、あと出したいところっていうのを、もう決めてしまえば、もう上からワンピーススタイルで着るだけです。なので本当に、もうこの状態で、こうして、はい、こういう風な感じでね、着付けます。そしてあとは、襟元をね、この襟のところを、調整をして、でプラス着た時に T シャツがねグッて下になるので、 T シャツをちょっと上に引っ張って、で少しだけ T シャツのこの部分をこうクックックと整えて、はい、これでまずね、着るってだけは完了です。でこの格好だと、まあ、ポケットがないんですよ。まあ、和服って基本的にね、ポケットがなくて、小物を入れるとしたら、まあ、ここに入れる人とかもね、たまにいるけれども、まあ、私はあんまりここに入れるのが好きなタイプではないので、ここに、ベルトをね、巻くんですけれども、私は大体、ベルトを巻くことが多いです。で、ベルトを巻いて、で、これが、もともとは、普通に、ショルダーバッグになってるんですけど、ショルダーのここの部分を私は変えて、腰ポケットとして使用してます。で、こいつをね、このベルトに通して、で、こんな感じでね、はい、ベルトにしています。で、プラス、このベルトのまんま、まあ、外に出しておくのが気になるなってなったら、こういうね、腰ベルトを、あの、ゴムのベルトがあるんですけど、こんな感じのね。これゴムで伸びるやつね。を、よいしょ。こんな感じでね。上から。ああ。取れちゃった。よいしょ。こういう感じで、ゴムベルトを、スッと、こうしてやって、はい、こんな感じ。終わり。はい。で、あとは、ここのところのね、あの、継ぎ目というか、あの、縫い目が気になる場合は、クッと引っ張ってやれば、はい、こんな感じで。で、こうなると、あとはこの上に適当に、まあ、このままだとがっつり、なんだろう、和服、和洋折衷っていうよりは、ほぼ和服。まあ、中の T シャツ少し見えてるけど、あとね、下のパンツは見えてるけど、っていう感じなので、ここにね、適当にこういうパーカーを上から羽織ってあげて、こんな感じね。で、ここに、よいしょ。今ね、スマホで撮ってるからあれなんだけど、横にね、スマホポーチでもこういう風につけてあって、はい、これでもう外に行けるスタイル達成って感じですね。はい、こんな感じ。はい。まずね、水玉畑さんの和服を着るときっていうのはこういうことが多いですね。で、プラスここにね、まあ手持ちのカバンを持ったりだとか、あとは、こういう感じでね、帽子をかぶったりだとかっていう形で、ワンポイントね、あの、アイテムを入れることで、和洋折衷をね、楽しむことができます。はい。水玉畑さんの場合は本当こんな感じ。で、次のやつですね。巻きスカートとして使うんではなくって、さっきね、そのインスタの方でもお話ししてましたけど、巻きスカートはね、最近編み出したものになるのであれなんですけど、巻きスカートとしてではなくて、あの、後ろ側をはしょって切るっていう方法ね。で、これはちょっとはしょって切ることがあんまりできません。なんでかっていうと、この後ろ、はしょるじゃないですか。で、ここに、まあ、ゴムベルトがあって、こうなったとしても、前がね、こういう形の横になっちゃうんだよね。で、なんでかっていうと、はしょってこうならない理由としては、普通の和服っていうのは、はしょった時に、ここの和服がね、こういう、
ハの字になってくれるんだよね。まあこれこの後実践するんだけど、これはね、もう縫わさっててこういう状態なのでならないんですよ。なのでこれは基本的にこういう着方。だからワンピーススタイルで、少し足元移すと、少しだけこんな感じで下が見えるっていう状態。で、冬場はね、ちょっとここだと、くるぶしよりもちょっと丈がね、上の方にあるんで寒いんですけれども、もうちょっとね、例えばこのパンツをね、あえてちょっと腰パンみたいな状態にして、やると、こういう感じのシルエットになるのね。すると、レイヤーになるのね。下のやつの、服と上のこのスカートがレイヤードになって、レイヤーでね、ちょっと中と外で見えるっていう感じですね。だから色合いとかもね、下は濃いめのものを履いたりとか、それこそまあジーンズとか、そういうのでもいいとは思いますけれども、そういう感じで使ってあげるといい感じになったりします。で、私は腰履きがね、苦手なんですよ。高校の時とかね、腰パンしてるやつが周りにいたけど、もうパンツ丸出しで、パンツ丸出しやないかいとかって思いながら見てたので、ちょっとそこはね、苦手なんですけど。はい。まあそんな話はどうでもいいでしょう。って感じ。のがまず1着目。で、脱ぐのも簡単なのよ。ほんとね、これでもう脱いだら終わり。だからね、この水玉畑さんの、和服、リメイク和服はね、すごいいいです。まあ、ちょっとお値段も張るんだけど、まあ、大体6000円以上かな、はするんですけれども、本当にいいお店です。よかったらメルカリでね、検索してみてください。和洋折衷で検索したら出てきます。では次に、こういう和服。まあ、もう一個ね、こっちにも置いてるんだけど、そっちはね、ちょっと巻きスカートとして、スカートとして巻こうかなと思うんですけど、まず、こっちの和服から行って、先ほど言ってた、はしょった場合、の着方をしましょう。で、はしょるので、よいしょ。スカートとかの、丈をね、折るときに使うようなベルトでございます。100均でね、売ってます。はい。で、これを、まずは、襟元をね、こう合わせて、こういう風な感じにして、よいしょ。首元をね、こんな感じで。しっかり合わせた後に、よいしょ。よし。あとはこれを腰につけた状態で、ある程度、位置をね、この上半身の部分の位置を合わせていきます。で、上半身の位置を合わせたら、後ろ側の縫い目の真ん中。ここね。ここね。縫い目の真ん中をそのまんま引っ張ってきて。よいしょ。腰で。これをね、はしょってあげます。で、はしょった上で、ここの部分が、これ今ね、真横でしょ。ちょっとこれシルエットとしてあまりかっこよくないので、こう、ハの字に開いてもらえるように、後ろに、持っていきます。こんな感じでね。こんな感じで。はい。で、結局、背中の方は、他の服を着たりとかするので、見えないので。てかこれ、あれだね、カメラで映してやる方が、ここの、ハの字の開き方が見やすい。いつも鏡の時さ、なんか、ハの字の開き方、なんか、見てくれ悪いなっていう風になったけど、これカメラだとすごくいいね。っていう気づきを得るって。で、こうした後に、じゃあちょっと違うゴムベルトにしましょうか。はい。ゴムベルト、次はこんな感じ。編み込みが入ってるタイプですね。はい。こういう感じの。で、これを、こうやって。よいしょ。これ、ね、編み込み入ってるやつね、すごい好きなんだけど、一個問題点があって、ボタンがね、4つ式なのね。で、4つちゃんとパチンって止まんないと、外れんのよ。でね、4つか3つなんだけど、全部ちゃんとハマってないとダメなのね。そこが問題。はい。っていう感じで、はい、出来上がり。これは、はしょってきた場合の和服の感じですね。で、まあ、ここで、より和洋折衷やるんだったら、中をワイシャツ着て、ワイシャツの襟を外に出す。っていうやり方もありですね。てか、せっかくならそれもやっちゃいましょうか。
ちょっと今日の動画は長いですけどね、お付き合いいただけますと幸いですね。よいしょ。なんか試しにワイシャツ、なんでもいいな。あ、でもこれ紫のこのワイシャツでも可愛くなりそうですね。よし。このワイシャツを着ましょう。で、ワイシャツね、もう着やすいようにしてるんでね、もう上から被るだけっていう。ボタン外してつけるのがめんどくさくて。洗濯した後、基本的に、ボタンつけた状態で、あそこにね、ハンガーラックにかけといてっていう感じですね。よし。じゃあ、これでいきましょう。それでね、よいしょ。もう着付けだけだったらね、説明なしなんで、動画自体は撮るのすごい楽なんですよね、私は。で、この時に、コツね、ワイシャツの襟を立てておく。こんな感じで。で、立てた状態で、さっきと同じように、よいしょ。はい。はい。で、こうして、よいしょ。ああ、うまくいかなかった。まあ、うまくいかなくてもね、あれ調整が効くんでね、いいんですけれども。はい。で、これで整えて、整えていくっていうね、感じでね、やっていきましょう。で、この状態で、またさっきと同じで、はしょります。はしょります。で、はしょりながら、ここの Y 字をね、で、シャツとかだとね、このシャツの、この裾の部分がちょっと出て、これもね、レイヤーになって私は可愛いと思う。わざと出してる。わざと出してます。ファッションとしてね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これもうちょっとこっちでいいな。はい。で、よいしょ。これ逆だ。こうだ。ボタンこれ3つだな。さっき4つって言ったけど。よし、全部ついたね。よし、ついたついた。OK。はい、完成。で、これもさっきと同じようにポケットないんで、まあ、先にね、ベルトかなんか通して、ここにね、こんな感じでね、つけておくと私は便利です。で、プラススマホポシェット。で、こっちはいつも何が入ってるかったら、カード入れとか、アクセとか、あとお財布入れたりとか。で、本当これとさっきのスマホポシェットだけ出かけることも多いんで、そういう時は本当にこっちに財布だけ入れて、で、カード入れとかその時いらないから抜いてとか、ってやりますけど、大体ね、財布はメインの大きいカバン、メインのカバン、このカバンを使ってるんだけど、竹焼翔さんの、コラボカバン、10周年で出したカバンだったかな。書店で買ってすごい、なんか良かったので、それ使ってるんですけど、そこにももんがちゃんの、イヤホンケースを入れる小物を入れると、ちょっと、一個自分でなんか作った、まあ、もともと黒身のね、スマホポシェットだったやつを、こう、チェーンでね、こんな感じで、チェーンで繋いで、こうやって使ってます。で、ここにはね、すぐ取り出したい鍵とか、そういうものとかを入れる用の、ポーチみたいな感じになっています。はい。まあ、そんな感じでね。和服だとね、そういうのがないので。っていうところでですね。っていう感じでやってます。で、背中を見ると、背中がね、こんな感じになっていて、で、この背中のこれが気になる場合は、これをね、また内側で、くるんと、ちょっと、入れてやる。こんな感じで。これうまくいってる？で、このワイシャツのここがね、出てるから、それを隠すように、ちょっと落としてあげて、で、ここにね、リボンみたいな感じで丸めておいておく。で、大体ね、こういう服を着てるときっていうのは、背中がね、見えちゃうと、あれなので、それこそさっきと同じように、なんかパーカーを着たりとか、なんかしたりっていう感じのこともしますけど、まあ、この程度なら見えててもね、私は、
いいんじゃないかなって思っております。まあ、気になる方もいると思うんで、気になる方の場合は、この帯を、帯ベルトを、これベルトじゃなくて、ちゃんとした、こういう帯を巻いて、で、帯の、リボンを作った上、リボンの中に隠すっていう風にすると、見えなくてね、見栄えもいいんじゃないかなと思います。はい。で、最後は、さっき言った巻きスカートパターンね、やっていきましょう。よし。よいしょ。はい、っていう感じで、これがね、着物の、端折ってきた場合です。あ、ちなみにこれね、こういうちっちゃい桜模様がいっぱいあります。で、ワイシャツも一回脱いで、さあ、巻きスカートのね、やり方をしましょう。はい、巻きスカートです。で、巻きスカートの場合、まあ、ちょっとね、わかりやすいように色全部変えたんだけど、巻きスカートの場合も最初の手法は同じです。まず適当に、一回、普通にね、お着物を着るように、よいしょ。整えて、で、あんまりね、今回上半身を整える必要はないです。で、ここでやるのはね、下半身の整えなので、もうちょっと、えい、下にして、で、すると、この着物ね、ちょっと長いのよ。なんで、着物のまま着るときって、少し、なんだ、上に上げてね、丈の調整をするんですけど、その調整と同じように、巻きスカートになるときも、この下の調整を基本的に行います。ここでね、下の丈の調整をしてあげます。で、今、丈がね、少し良くなりました。はい。こんな感じでね。で、丈の調整をしてあげて、はい。で、丈の調整してるとき、何してるかっていうと、このベルトの上にね、和服を着たことある人とかだったら多分大体わかるんだけど、こう、上にね、上にとこんな感じで持っていきます。で、着物で着るときはこれをね、その上で、上に持ってきたやつをこう折りたたんで、もしくは、こういう感じでね、折りたたんで、こういう感じでね、見たことあると思うんだけど、こういう風に折られてるのって見たことあると思うんだ。で、ここに帯ベルトとかね、帯があるっていう状態で、ここにね、段差があるような感じなんですけど、はい。で、はい、丈の調整ができましたと。で、ここまでできたら、2ステップ目に入ります。何をするかっていうと、袖脱ぎます。はい、脱ぎます。はい、脱ぎました。で、脱いだ状態で、少しだけベルト位置、腰位置をね、合わせて、クッと引っ張ってあげます。で、次、このまま履くとね、これ中心にこういうスリットが入るので、スリット位置をずらします。スリット位置をずらします。すると、スカートとして履いた時のスリット位置がこっちに来ます。するとね、この辺がスリットになってくれて、こんな感じでね。はい。履いてる時もね、歩きやすいんですよ、こうなると。こうなると。さっきのスリット位置の前のままだと、やっぱり足がちょこ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 ってなっちゃうので、はい、どうです。で、この状態になったら、次、この、袖をね、隠していきます。で、袖を隠していくときなんですけど、ここを少し生地を残した状態、こんな感じでね、にしてあげて、この辺まで。したら、この中、ここから中に、袖をきれいに収納してあげます。はい。するとね、ここが切れ目的にもきれいになるんですよね。で、次。こっちもうまーく折ってあげて、ここのね、流れをきれいに背中の方に持ってきてあげます。こんな感じで。はい。で、綺麗に持ってきたので、これをまた背中で中へしまってあげます。こんな感じでね。
で、すると、巻きスカートの上に、こういう感じの、なんて言ったらいいんだろう。もう一個巻きスカートを巻いたようなシルエットになってくれます。はい。で、これだとちょっとね、さっきのあのベルトだけだと落ちちゃうので、上からまた違うゴムベルトを出すんですけども、ゴムベルトとか、あと普通の、こういうゴムベルトじゃなくて、普通のね、こういうベルトでもいいです。はい。なんですか、私はゴムベルトがね、最近楽なので、ゴムベルトで止めてあげます。で、止めた上、少しだけゴムベルトに被るように折ってあげます。はい。で、少しだけもう一回腰上に、このゴムベルト位置を上げます。で、理由が、これトイレ行った時なんだけど、トイレ行った時これ脱げないじゃない。ってことは、下をね、脱がなきゃいけないわけだ。だから、下のこのパンツのゴムの位置と、このゴムの位置がくっついてると、トイレ行った時に、脱げねえってなるので、このパンツよりのゴムよりも、上の腰位置で止めてあげるっていう風にしてます。で、ここまで行ったら、あとは、この中の T シャツ入れとく必要ないので、これね、これね、これ中に入ってたら、あれじゃない。ここにね、入ってたらあれなので、出して、上から被せてやる。すると、巻きスカートに完全になります。こんな感じで。はい。で、女性だったら、中パンツ履かなくても、生足でもいいんじゃないかなって私は思います。あと、まあ、ストッキングとかカラータイツ履いてもいいんじゃないかな。だけど、私はメンツなので、中は、こういうちょっと薄手のね、これ一枚で外出ると、ちょっと寒いぜ、みたいな感じの、まあ、あとはなんだろうな、パンツとかを中に入れたりして、やります。あとはもう、ハーフパンツ、中に。こういう感じのハーフパンツ履くでもいいと思います。夏場は私そうしようかなと思います。今春先なんであれなんですが、夏場はこれにして、ね、下ぐらいちょっと足出てもいいかなっていう感じで。全部足出ちゃうとね、ちょっとあれなんで。で、こういう風な感じね、になります。で、ここに、もうあとはもう洋服上はね、もう好きに着ちゃってください。もう好きにやっちゃってって感じで、さっき出したやつ試しに着ると、この色合いはちょっと微妙いかな。ちょっと色が喧嘩してるね。あ、でもまあ悪くはねえか。悪くはねえけど、ちょっと色が喧嘩してるね。多分ね、これじゃなくてね、多分黒系の方が合うんだろうな、これな。もしくは、たまに着てるこのサイケデリック柄のね、これとかだったら合うんじゃない？よいしょ。はい、こんな感じ。はい。で、あとはね、もう腰ベルト巻きたかったら、ここにね、長巻いてもいいですし、あとはカバンね、持ったりだとか、あとはこの上にちょっとジャケットを羽織ってみるとか。よいしょ。こういう感じでね、ジャケットを羽織ってみるとかっていう感じで、いろいろ合わせることもできるんじゃないかなと思います。はい。まあ、このままね、ガラガラになってても私は可愛いと思うんであれですけど。まあ、まあまあまあ、人によっては派手じゃねってなるとは思うんですけども。まあ、和服って実は柄が派手なんで、その派手なのを活かすっていうのもありだと思います。で、夏だったら、それこそ、こういう柄シャツ、とかで、まあ、外に出しても気になんねえなっていうタイプだったら、もう外に出しちゃって、で、本当に、パーカーとか、ジャケットとか、こう少し羽織るとかでも、ね、少しだけ全然印象も違うし、着方も変わると思うんですよね。はい、こんな感じとかね。で、やっていくこともできるんじゃないかなと思います。まあ中にね、無地のシャツ着るでもいいし、
まあ、いろんな使い方があるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、本日のファッションの動画、もう30分ぐらい、これだ、多分これだけで30分ぐらい撮ってるんだけど、その前にもね、お話ししてるのもあるので、あれなんですけれども、はい、和服3点のね、ちょっと着合わせ方、巻きスカートとして履く場合と、普通にね、はしょって着る場合と、ワンピースタイプを着るタイプっていうのでね、ちょっと3点ご紹介だけさせていただきました。なので、もしよかったらね、何かの参考になればと思います。で、またこんな感じで、こういうファッションしましたっていう、もう一着だけ、今日はなんかいろんなパターンやりましたけど、いろんなパターンじゃなくて、一パターンだけのやつとかっていうのでね、こんなファッションで今日は会社行ってきました、みたいな感じでご紹介したりっていうのを今後していこうかなと思います。今回はね、総集編なのでちょっと長くなりましたけれど、総集編っていうか、一発目なので、ちょっと長くなりましたけれども、まあこんな感じでいろいろやっていけたらと思います。ということでね、リントンのコーデのご紹介のお話でございました。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして X、Instagram、TikTok、各種 SNS やっておりますので、よかったらフォローお願いします。そしてこの動画のね、グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。では、以上、リントンでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リンドでした。